やっぱ足綺麗ですね、宮島奈美アナ。太ももあらわなミニワンピス型のレアシフクショットに反響。めっちゃ足出してる。フジテレビの宮島奈美アナウンサー32が22日までにインスタグラムを更新。北海道日本ハムファイターズの本拠地エスコンフィールド北海道田を訪れた様子を公開した。この日、宮島アナは32、箇所エスコンに感動。 などなど、ぼちぼちやっております、とつづり、ここ最近訪れたスポットを紹介。まずはじめは、金沢21世紀美術館で渦巻アートと宇佐美ミーストのコラボショットを披露。ボリューム袖がキュートな白ブラウスに、黒のロングスカートやブーツなど、モノトーンコーデが格好可愛い宮ア穴。続いて場所は北海道に移り、 青空の下スタジアムをバックにポーズをと宮地アナ。レアな太ももをあらわにした黒のミニワンピショットで抜群なスタイルを披露している。その他、黒縁メガネをかけてお寿司を手に口を尖らすサービスショットもファンには眼福な一枚だ。そんな宮地アナにファンからは、やっぱ足綺麗ですね。マナミン、めっちゃ足出してる。そんな若い格好もするのね。 なんて小顔なんて足長、夏めちゃくちゃ満喫してますね。などの声が寄せられた。宮地といえば、ポッドキャスト、宮地まなみのすみません。今まで黙ってたんですけど、が好評で、少し前の投稿ではグッズの販売も報告されている。スタジオの外で見せたオフィショットに、やっぱ足綺麗ですね。メガネお似合いです。などの声が寄せられている宮地アナ。 これからもいろんな角度から彼女を見てみたい。